石岡神社は愛媛県西条市氷見に鎮座する西条だんじり祭り発祥の神社である神門は三つどもえ地元の産菅神としても祀られ江戸末期までは石岡八幡宮とも呼ばれた石岡が正式な表記とされているが岩岡と表されることもある 紀元四世紀の白木征伐から外旋した神宮皇后が九州の海にて王神天皇を出産した木との道中、現在の社僧のあるこの大地で天神地にの奉仕を行い、祝いが丘と言われ、やがて石岡となった。その後上岸元年に宇佐神宮の八幡神をこの地に誕生して祀ったことがこの神社の始まりと伝えられている。延久五年、源頼地が 五霊勢天皇の直命により、伊予国内に十八社の八万宮を混流した際、その一社として再興される。天正十三年、小早川高景の四国征伐の際に戦場となり、社殿が消失。御神体のみは守られ、仮社殿を設けて祀られた。漢文十年に、西上藩主、松平頼住により、藩の祈願書とされ、元禄二年に社殿が再建される。 以後歴代の最上藩主もこれを奉仕した。明治5年、近代社格制度の導入に伴い社格を合社とされ、後、明治17年に県社に昇格した。昭和21年、南海地震が起こり、廃電など一部の社電が倒壊したが、昭和29年に再建され現在に至る。神宮皇后座像、神宮皇后上陸地並び古墳跡で、 本殿の後方にし100メートルのところにある指定天然記念物、ありがとうございます。